それでは次に RMS を用いて学習用データセットを用いたロジスティック回帰のグッドネスオブフィット検定を行いたいと思います。まずは先ほど EGR で行ったロジスティック解析を、R で行います。まずは RMS のパッケージをまだインストールしてない人はインストールから行ってください。インストールを行った後はライブラリーのファンクションでこの RMS パッケージを使える状態にします。そこからですね、RMS のパッケージの中でロジスティック回帰を行うときは LRM、ロジスティックリグレッションモデルということで LRM のファンクションを使っていきます。アウトカムがホスピタルデッドで、HRT、ミンブラッドプレッシャー、WBLC の3つを説明変数に入れて、トレーニングデータセット、学習用データセットを使ってですね、解析をしていきます。予測確率を計算するためにですね、ここの X イコールトゥルー、Y イコールトゥルーというのを忘れないでください。ここではグッドネスフィット検定だけ行いますので、予測確率は特に計算する必要はないですけれども、後でですね、ROC カーブなどもこのプログラミングで書いてみたいという方は、このような形でですね、コードを R スタジオの方で書くとですね、この解析を再現するときに非常にやりやすいです。で、次にレジジュアルズ2というファンクションで、先ほどロジスティック解析を行った結果を記録している、格納している R と F というオブジェクトをここに入れて、タイプイコール GOF と書いていただくと、このこれも読めませんけども、この長い名前のですね、グッドネスオフィット当てはまりの要素を見る検定ができます。この場合ですね、ピーチを大きいほどフィットがいいとされておりますので、ここではフィットはあまり良くないという結果になっています。こちらが用いられたグッドネスオフィット検定についての論文になります。はい、それではここまでやっていきたいと思います。まずこれをですね、一気にこの EGR のここのスクリプト、R スタジオ慣れてきている人は R スタジオでやっていただいてもいいんですけれども、EGR でせっかくデータ読み込んでますので、ね、この EGR のエディターでやっていきます。パッケージを読み込んでいない方はインストレーションから始めてください。で、はい、次にライブラリー RMS を使える形にロードします。その次にですね、ここでロジスティック解析を行って、トレーニングデータセット、学習用データを使って行います。この結果を F というオブジェクトに格納していきます。中身が見たかったらここに F とタイプして、これで実行としてもらうと、このロジスティック解析の中身が見れます。その次ですね、ここでプレディクトというファンクションに括弧、先ほどのロジスティック回帰の結果を格納した F というオブジェクトをここ入れると、これでですね、はい、プレディクティッドプロバビリティが格納されました。最後にですね、グッドネスオブフィット検定を行います。これで実行としていただくと、先ほどの、はい、ピーチがここに出てきています。その次にステップ4として、学習用データセットで作成された予測モデルを検証用データに当てはめて、いよいよ検証を行っていきたいと思います。これが、ここからはバリデーションデータセットを使っていきます。バリデーションデータセットに学習用データセットを行ったロジスティック回帰の結果を当てはめていきます。これちょっと手計算になりますけれども、学習用データで行ったロジスティック回帰の結果、これオズ比ではなくて、回帰係数のところです。オズ比のログを取ったものというのがありますので、ここを見てですね、ここが切片になります。で、ここが、これですね、この回帰係数かけるハート、この回帰係数かけるミンブラッドプレッシャー、この回帰係数かけるホワイトブラッドセルカウントですね、入れていただいて、はい、これをですね、バリデーションデータセットの中に LP という名前をつけて格納をします。で、ここでね、アタッチのファンクションでサポート.validation データセット名ここ入れてますけれども、なんでこんなことしてるかというと、これをやらないと個々の変数を呼び出すときにいちいちデータセットの名前を
書いて、このラランマークをつけていかないといけないんですね。で、そうするとちょっとプログラムが長くなってしまうので、今後使っている変数は全部このデータセットを参照してますよという意味で、ここアタッチのファンクションを使っておいてください。はい。で、その次にこのリニアプレディクターというファンクション、変数ができましたので、これを使ってですね、予測確率というのを計算していきます。予測確率というのは、このリニアプレディクターのべき乗変換をしたものを EXP というふうに名前をつけて、この EXP を 1+EXP で割ったもので計算することが可能です。でもここまで一気にいきます。これをコピーして EGR のエディターに行ってください。で、ここでですね、はい、ここに入れます。で、ここでアタッチしますということで実行します。で、これですね、バリデーションデータセットを使いますよと。で、ここで、はい、と。これを実行します。ね。その次、はい。リニアプレディクターを計算します。で、最後に、プレディクティッドプロバビリティを計算していきます。はい、ここまでできれば、ここで ROC カーブ書いていきます。OK してください。そうすると、はい、RC カーブが書けました。このグラフはですね、 R スタジオで、解析をした場合と値が違ってくるかもしれません。というのも、シードというのは同じシードを使っていても R のバージョン等が変わるとですね、こう発生させられる乱数が変わってきて結果が変わるということがあります。ですので、この乱数を使った解析というのはやはり同じ R のバージョンで、できれば同じパソコンで同じシードでやっていただかないと、この結果の再現性が取れないというところも起こってくるかもしれませんので気をつけてください。それでは次にブートストラップ法による検証法を行ってみたいと思います。